2023年日本近海には、中国原子力潜水艦が考える以上の数侵入しているのが現状です。今回は、尖閣沖で急浮上した中国原子力潜水艦が国旗を掲げたその理由について、詳しく見ていきますね。日本だけでなく、南シナ海ではもっと侵入しています。各国が海自潜水艦を、中国における潜水艦の保有隻数は世界第2位であり、将来的には80隻体制を構築すると宣言しているが、今後量的に増産されるのは原子力潜水艦であろうと見られているが、これまでの中国海軍の原子力潜水艦においては、曳航ソナー装備などの開発が遅れていることや水中における騒音レベルが比較的高いとされている。中国の原子力潜水艦に関する事件で記憶に新しいのは2018年1月10日尖閣諸島近海の公海上において中国海軍の093型小球攻撃型原子力潜水艦とみられる潜水艦が海上自衛隊に探知され追い回されたことに根負けしたのか浮上して中国国旗である五星紅旗を艦橋に掲げて航行し、その行動においては、秘匿性が高い潜水艦の行動としては、極めて珍しいとされる事件があった。093型小球原子力潜水艦は、水中排水量 6.000 から7000トン、全長106メートル、全幅 11.5 メートルの艦体サイズで、魚雷発射艦6門を持つほか、最大射程 540km の巡航ミサイル YJ-18 などが発射可能とされていて、093型、093A 型、093B 型の3つのタイプがあり、今回浮上航行したのは、093型の改良型である、093B 型と見られている。前級の091型、艦級原潜は、とても潜水艦とは呼べないほどの騒音を発することで知られており、この093型では、その欠点を克服すべく、ロシア海軍のビクター3型攻撃型原潜の技術を導入して、静粛性を向上させたとされているが、そのビクター3級の静粛性は、アメリカ海軍のロサンゼルス級攻撃型原潜の初期型と同程度とされていて、1970年代前半の騒音レベルであると言われていることから、093型の静粛性については、091型よりはマシ程度の改善ではないかと見られている。今回、海上自衛隊に追尾された、093型、小球と見られる原子力潜水艦は、1月10日に海上自衛隊に発見されてから逃げ回っていたのであるが、一部には、尖閣諸島の領有を主張するための行動とする見方があるものの、海外を含む軍事筋やメディアなどでは、海上自衛隊の対潜哨戒ヘリや護衛艦、おそらくは情報を得て警戒していた海上自衛隊の潜水艦からも、2日間にわたってアクティブソナーを受け続けたことに、耐えかねて浮上したのであろうとされている。この事件に関して、防衛省は、1月15日に、当時の小野田防衛省が声明を出していて、尖閣諸島の接続水域内を10日から11日にかけ潜水したまま航行したのは、中国海軍の攻撃型原子力潜水艦だったとした上で、国際的な常識からすれば、潜水艦が潜航したままの状態で、他国の領海周辺の接続水域を航行することは、非常識な行為であるとして、中国原子力潜水艦の行動を批判した。さらに、小野田防衛省は、海上自衛隊の護衛艦、大波が警戒監視していたが、潜水艦を探知した後に、尖閣諸島の領海内に侵入する恐れが出てきたため、当該潜水艦に対して繰り返し、警告を発したとして、大波が中国原潜を追尾している間に、複数回アクティブソナーを打って、警告を実施したことを明らかにした。今回の件について、海上自衛隊関係者の一部には、中国原潜は、何らかの目的を持って、
意図的に接続水域に侵入したのではないか、とした上で、海上自衛隊の対潜哨戒能力を試そうとして、領海侵入を試みたのではないか、との見方もあり、侵入したものの、護衛艦から攻撃を受ける可能性を感じて、やむを得ず浮上したのではないか、と指摘する声が聞かれた。また、他には、尖閣諸島の領有を主張するためであろうとする見解も出ていたようだが、これに対しては、もし、主張が目的であるならば、接続水域かあるいは、もっと尖閣諸島に接近して、領海内で浮上するのではないか、として、今回のように公海に達してから、浮上して国旗を掲げるという、潜水艦らしからぬ行動を取ったことへの説明にはならないと、指摘されていた。このように、中国の原子力潜水艦が、海上自衛隊護衛艦などから、アクティブソナーによる警告を受けたのは、過去には、2004年に発生した中国海軍の091型、環球原子力潜水艦が、石垣島の領海を侵犯した事件がある。この際には、自衛隊に海上警備行動が発令され、中国原潜が、上海沖に至るまでの間追尾し続け、後に中国側が訓練中の技術的なミスなどが原因で故意ではなく誤って石垣水道に侵入してしまったと審判を認めた上で釈明をした。しかし、それ以降も中国の潜水艦による日本の接続水域への侵入は2013年に奄美大島、久米島、南大東島で、2014年には宮古島で発生するなど頻発しており、2016年2月15日には対馬の南東海域でも発生している。この他にも、中国潜水艦の日本近海における活動に関しては、ハイレベルにある海上自衛隊の潜水艦探知能力によって、防衛省が把握している事例が多々あって、その動きは、ほぼ把握されているとされている。例えば、2020年6月18日に、鹿児島県の奄美大島沖の接続水域内を潜航したまま通過した外国の潜水艦があったことが報道されたが、これについて、当時の河野防衛大臣が、中国海軍の潜水艦であると推定されると述べて、中国との間には、尖閣諸島などの問題があることから、国籍を公表すべきであると判断したとしている。このことは、つまり、日本の自衛隊は、東シナ海において、常時監視活動を実施しており、中国潜水艦の活動は、逐次把握しているとの牽制の意味があったと見られているが、それに対して、海上自衛隊の潜水艦が、中国軍によって探知されているかというと、疑わしいとされている。2018年9月17日、防衛省が、平成30年度インド太平洋方面派遣訓練部隊が、南シナ海において、9月13日に対潜訓練を実施し、それに、ベトナム海軍親善訪問部隊として派遣されていた潜水艦が参加したと発表したことがあったが、このような訓練において、初めて秘匿性の高い潜水艦の行動が発表された。さらに、当時のゆえ、安倍晋三首相がテレビに出演した際に、南シナ海での潜水艦訓練は、15年間から実施していて、一昨年も昨年も実施したと述べたのであるが、今更のように明らかにしたのは、中国への牽制であろうとの見方がある。それは、つまり、中国近海で、西側諸国海軍が訓練を実施すれば、中国海軍は必ず情報収集を実施するはずだが、海上自衛隊では、中国が海上自衛隊潜水艦の参加に気づいていないと判断していたために、その存在を明らかにすることによって、中国海軍に日本の潜水艦の優秀さをアピールしようとしたのだろうとの見方である。しかも、この訓練に参加したのは、
旧型の親潮型の黒潮であったことから、静粛性などにおいてさらに高性能とされる双竜型や太平型を中国軍は探知できないことを暗に伝えたと考えられるという。しかし、中国海軍では次世代戦略ミサイル原潜 SSBN-096 型及び攻撃型原潜 SSN-095 型の開発を精力的に推進しているとされており、どちらも2020年代後半には収益する計画であることが伝わっている。096型原潜はアメリカ海軍のオハイオ級の排水量1万9000トンを上回る排水量2万トンの巨大な艦隊に射程2万キロメートルとされる潜水艦発射弾頭ミサイル SLB-JL3 を装備するものとみられ、中国沿岸部からアメリカ本土を完全に射程圏内に収めることが可能となるとされ、095型原潜は VLS 垂直発射艦から対地対艦巡航ミサイルを発射する巡航ミサイル原潜 SSGN として運用されるものとみられ、アメリカ海軍のロサンゼルス級原潜に匹敵する雑音の低減を実現しているとされ、096型原潜や空母機動部隊の直江を担当するのに不足ない、本格的対戦能力を確保することを目指して開発されているとみられている。これらのことから現状ではまだ静粛性においてアメリカ原潜など西側諸国の原潜のレベルには達していないとみられる中国海軍の原潜であるが、近い将来に同等かそれ以上の原潜が登場するとみられており、アメリカ海軍も海上自衛隊もさらなる潜水艦探知能力の向上を図っていく必要があるとされている。